2011年、ポルトガル GP、ミゲル・オリベイラは、ポルトガルセトゥーバル・県アルマダ出身のオートバイレーサー。2003年、8歳の時レーシングカートを始めるが、翌年には2輪に転校。2005年には、ポルトガルのミニバイク選手権でチャンピオンとなった。2006年には、スペインのミニバイク選手権、カリプソカップでランキング2位を記録。 2008年には 125cc ロードレースのカタルーニャ州選手権で4位、ロードレース世界選手権のサポートイベントである、レッドブルモートジッピールーキーズカップに参戦、スポット参戦して2勝を記録した。2009年、スペインロードレース選手権 125cc クラスに、ブルセンス BQR チームからデビュー、2位表彰台に3回、立ち、アルベルトモンカヨ。 マーベリック・ビニャーレスに次ぐ年間ランキング3位でルーキーイヤーを得た。アンダルシア・カハソルチームからの参戦となった翌2010年は第5戦までに2勝2位2回を記録、前年のチームメイトのビニャーレスとタイトル争いを展開していた。終盤2戦にはチームがこの年のグランプリで使用した最新ファクトリーマシン、アプリリア RSA125 を投入しに連勝を遂げたものの、 前線で表彰台に立つ安定度を見せたビニャーレスにわずかにポイント差で競り負けてランキング二位に終わった。またこの年の10月にアルバセテサーキットで開催されたヨーロッパ選手権レースでもビニャーレスに次ぐ二位でフィニッシュした。2011年は同チームからアルベルトモ文化用チームメイトに RSA125 を勝ってロードレース世界選手権 125cc クラスに フル参戦。開幕前の地元エストリルでの合同テストでは、トップタイムをマークする活躍を見せた。2019年より、モートジッピークラスに昇格し、レッドブル KTM テック3から参戦した。19戦中16戦出場し、オーストラリア戦後に転倒により、終盤参戦を欠場し、ランキングは17位でシーズンを終えている。この時、 第12戦イギリス GP で右肩を強打したため手術を受ける。2020年も同チームから参戦。パートナーはブラッド・ビンダー。第6戦シチリア GP で初優勝を飾り、ポルトガル人として初のモート GP クラスウィナーとなる快挙を果たした。最終戦ポルトガル GP では2周目からトップを独走し、週目に1分39秒879の ファステストラップを記録した。その後、ポールツウィンを獲得し、母国グランプリで2勝目を挙げた。ありがとうございます。